International House of Japan, also known as I-House. This building was constructed in Tokyo's Roppongi District shortly after the war. Embodying harmony between modern architecture and Japanese-style gardens, it is one of the most notable works of post-war modern architecture in Japan. 一つは端正だなっていうふうに思ったんです、建物として。そして、まあ、全体的に節度があるんだけど、好奇心がかきたてられる箇所も多々あって、何かそういうバランスが、心が動く、動き方が静かに動くところと、何かこう高揚していくような気持ちと両方を感じさせてくれるなと思います。I-House is an outstanding project, is an outstanding construction. I would say the natural area and the concrete, the construction, it's so perfect that in a way, this is one of the main achievements of the modern movement architecture. And so it is the result of a teamwork. As we know, there were three architects working together, Sakakura, Yoshimura, Mayakawa. This is the ideal of modern movement architectures. January 1953. The I-House building was constructed under the collaboration of three architects, Kunio Maekawa, Junzo Sakakura, and Junzo Yoshimura. Unable to select one proposal with a competition, they settled on a collaborative design. The three architects shared common mentors. Yoshimura and Maekawa had studied together at Antonin Raymond's office, and Maekawa also worked alongside Sakakura at Le Corbusier's atelier. 優秀な才能を持った人たち3人を選んで、それで合作させた方がいいんじゃないかという意見があってやったことだと思うんですね。だけどこれは大変なことで、実際には各事務所からスタッフをこの場所に出して、この場所で設計してたと聞きます。でそうするとある日は前川さんがその事務所にやってきて、ここはこうするようにって指示をして変えられると。今度は坂倉さんが来て、いやここはこうしてくれっつって直して変えると。それぞれがここに来て指示を出して変えるということがあったらしいんで、まあスタッフとしては大変だったなと思いますね。ただそれ3人ともやはり非常に第二次大戦という困難な中をちゃんとこうくぐり抜けてきた建築家で、そういうことへの、まあ、人間としても建築家としてもお互いやっぱ尊敬していて、それ、まあ、個性は違うが尊敬しているっていう、それがなんか良かったんじゃないですかね。The three architects were all born in the 1900s. It was around this time that modernist architecture emerged, which emphasized rationality and functionality through the use of steel, glass, and concrete. 日本ではですね、明治以来、ヨーロッパの先端的なものを取り入れるっていうのがアカデミーを中心とした建築界の課題だったんです。それで1935年くらいになりますとね、世界の先端はモダニズムってことが明らかになるわけです。だけどちゃんとこうずっと歴史を重ねてきたヨーロッパにおいてはそう簡単にはいかないわけです。だって関係者いっぱいいるわけですから、その歴史主義の。その中で日本は割合早くアカデミーとかですね、建築界のボスたちが歴史をやめてモダニズムになろうっていうことを認めるようになっていたっていうのが大きいと思います。当時敗戦っていうのはいわば非民主的なダメな国っていうように世界的にはなってしまったわけです。それは日独伊防共協定に従って世界と
まあ、欧米諸国と戦いましたから、その敗戦でそうこうポシャッとなってしまった日本をもう一度、いやそうじゃないって、我々はこれだけの成果を持っているんだっていうのをここで見せたかったんですよね。それでその敗戦もね、決してその建築家たちにとっては単純なことではなくて、まあ、戦時下は国粹主義、軍国主義にこうずっと傾いた日本にそれぞれみんな関係してたんです。戦争中に彼が考えていたことで、しかもそれは実際には作らせてもらえなかったこと、やらせてもらえなかったこと、戦争が終わって、その戦争時代の反省があって日本が民主的な国家になろうという時に最も大事にされて期待されたのが前川さんだった。で、前川さんはそれに対して、応えていこうっていう気持ちで、まあ、日本が、民主的な、あるいは個人個人が、理性を持って判断できる、そういう社会を作る、その時の建築 を自分が作ると、そういう使命を持ってその後あったと思います。彼は大学出た日にシベリア鉄道で、ヨーロッパに行って、そのままコルビジェの事務所に入るわけですけど、3年ぐらいですかね、コルビジェのところで働いて日本に帰ってくる。コルビジェのところに行った建築家、日本の建築家は何人もいるんですけど、その最初の建築家で、やはり、海外に出て、そこで起きている近代建築運動について、こう実地でこう触れた最初の建築家って言ってもいいんだと思うんですね。Le Corbusier was a master of modern architecture. At the time, many aspiring young architects from around the world visited his Paris atelier, and 23-year-old Maekawa was one of them. Studying under Corbusier, Maekawa later became one of Corbusier's three leading disciples in Japan.Another one of these disciples was Junzo Sakakura. As if to swap places with Maekawa, he headed for Corbusier in Paris. Sakakura はその製図の書き方もフランス語も知らずにパリに渡ったので、1年間製図の勉強をして、それから、コルビジェのアトリエに入りました。でそこで、坂倉は最初に建築に出会ったのは、そうした、それぞれ異なるアイデンティティをベースにした仲間たちと共同して新しい国際様式の建築を学んだと、それが建築との最初の出会いであったというところが、他の建築家とまず違ったところだと思います。 While residing in ParisSakakura traveled around Europe to broaden his horizons by observing new and old architecture. He actively learned about the Western European view of history, which was different from that of Japan. Then, in 1937, he designed the Japanese pavilion for the Paris World Exposition, for which he won the Grand Prix in the architecture category.実は1937年のパリ万国博覧会では、各国ごとにいろいろなパビリオンの表現が混在してたんですね。で、国によってはその国の素材や形というものを用いて独自のアイデンティティを主張するパビリオンもたくさんあったわけです。その博覧会の前の博覧会の日本館のように、瓦屋根が乗っていたり和風建築であったとしたら、坂倉が受けたほどの理解は得られなかったんじゃないかなというふうに思います。これはやはりその日本の建築精神というものを国際様式という定義ですね、この定義を当てて示したからこそ、外国の人から見て自分の国のアイデンティティの違いとかですね、美しさというものにビビッドに感じることができたんじゃないか。建築には歴史主義というものとは異なる民族固有の文化の相互理解
に役立つという役割を得る可能性があるんだというふうに思います。The same year that Sakakura entered Corbusier's atelier, Junzo Yoshimura was working alongside with Maekawa at Antonin Raymond's office. As an assistant to Frank Lloyd Wright, one of the three great masters of modern architecture, Raymond came to Japan for the construction of the Imperial Hotel. Growing up as the son of a kimono fabric shop owner, Yoshimura loved to watch carpenters building wooden houses. ある時、外国の建築雑誌でレーモンドの自邸の写真が載るんです。その後ろにいる地形からこれがどうも赤坂の辺だって当たりをつけて歩いて探し合ってたそうです。それを探し合ってたんだからよほど本気で探し合ってたんじゃないかと。それでレーモンドのところへ学生時代にも働きにバイトで行きました。でそこなんかでずっと仕事をしながらレーモンドのを身につけていく。コンクリートをどう使うかっていうのは二次世紀建築の重要なテーマだったんですが、その打ち放しで使うっていうのをですね、オギスト・ペレがフランスで初めてやる。今は世界遺産になってる教会ですけど、でその後レーモンドがレーモンド邸で発表した後、それを見たコルビシがやるようになるっていう、それくらい日本の打ち放しコンクリートっていうのはレーモンドのおかげで突出したんですよね。だから吉村さんはやはり人間の暮らし、人間のスケール、人間がこう触ったりね、見たとした時のことを大事にした人で、そういう吉村さんの好みが、まあ、木造で作られた好みですけど、コンクリートに移されてここにはあると私には思いますけどね。I think our house, it's a reference. And of course, it occurs in the 50s at the same time with other very important works, I would say. The Kamakura Museum from Sakakura, for instance. Kenzo Tange, it's after 3 years after Kenzo Tange, Peaceful Memorial in Hiroshima. But I would say that in a way, it's a work with a, I'd say, a quite impact. And the way that the concrete was used, very dried, with the wood. So in a way, introducing the new material, concrete, but with a, I'd say, a subtle and a poetic balance with wood. I think it was very inspired for Japanese architecture. The three architects honed their collaborative design for about a year before construction began in 1954. The entire project was brought together by Maekawa, who shelved his own plan and took charge of coordinating the plans of Sakakura and Yoshimura, which served as the starting point. During construction, Walter Gropius, the founder of Bauhaus, visited Japan in 1954. Maekawa and Sakakura guided him on a visit to the site. Then, in the autumn of 1955, the International House of Japan was completed by the three architects. After construction was completed, Corbusier went to the site on a visit to inspect the grounds for the National Museum of Western Art. He expressed his admiration for his beloved students. In 1958, 3 years later, Yoshimura had the dining room added. In 1975, Maekawa added an entire new wing. In 2005, a plan to demolish the building was floated due to aging and seismic resistance problems. But many architects appealed for the preservation, so the proposal was withdrawn, and work began on seismic reinforcement and preservation of the building. And in 2022, having overcome countless obstacles, the International House of Japan celebrated its 70th anniversary. モダニズム建築っていう言葉が生まれた頃の建築として誕生しながら70年を経て、
時代の中でモダンであったことがやがて成熟して、ある種こう多くの建築やまたは周辺のクリエーションに影響を与えていく中で、それがクラシックな空気も帯びていくっていうところが面白いなと思いましたね、僕は訪れるたびに。 I think that Japan is perhaps one or the nation where the post-war architectural achievements were the most outstanding, because we are talking about the reconstruction of a complete nation in a way. And I really do think that the secret of Japanese architecture is to evolve with courage, very brave, but at the same time keeping the poetics and subtle tradition. この建築は、まあ、その3人の異なる才能が合作したってことがあって、3人がそれぞれ近代社会の建築っていうものに対して思い描いていたこう夢が、重なり合って、まあ、それは詰まってできた建築っていうふうに言えると思います。戦争が終わって約10年後ですね、これができたのは。まあ、最もその戦争を経ての反省がストレートにできた、それが結実した傑作なんじゃないかなっていうふうに思います。